実はこの野菜は太ります。今日の動画では意外な事実、めっちゃ太る野菜とめっちゃ痩せる野菜というテーマでお伝えをします。皆さんはヘルシーな野菜ならダイエット中にどれだけ食べてもいいというイメージありませんか？確かに野菜の多くは低カロリー、低脂質、低糖質な上、ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養が豊富なのでダイエットを強力にサポートしてくれます。しかし実はあんまり知られていないんですが、野菜の中には取り入れ方を間違えるとみるみる太ってしまうものがあるんです。実際過去ダイエッターだった頃の私も痩せるために毎日頑張って食べていた野菜が逆に悪影響となって太ってしまった経験があります。特に太る野菜第1位の食材は最近良かれと思って摂りすぎている方が本当に多いです。つまりこれってその知識を知っているか知らないかだけの差でダイエットの明暗が分かれてしまうということです。ということで今回の動画では太る野菜をお伝えするとともに、この野菜は毎日食べてほしいというぐらいダイエット効果が高い痩せる野菜もご紹介していきます。特に最後にご紹介する野菜はこれからの季節のダイエットにぴったりの野菜になってくるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。またこの動画を見てくださっている皆さんには今日ご紹介する野菜を取り入れていただくことで簡単に痩せ体質になっていただきたいので、今日の内容で使えると思ったことは忘れないようにコメント欄をメモ代わりに活用してみてくださいね。太る野菜第3位、トウモロコシ。今の季節は特にバーベキューやお花見の屋台などで食べることも多いトウモロコシ。しかしそもそもなんですが、実はトウモロコシって野菜ではありません。野菜売り場にあるので野菜という感覚で取り入れている方も多いんですが、トウモロコシはお米や小麦粉と同じ穀物に含まれていきます。実際メキシコなどの中南米ではトウモロコシを主食として取り入れていますよね。例えばトルティーヤはトウモロコシが原料の主食です。なのでトウモロコシってとっても糖質量が高い食べ物なんです。もちろんカロリーも高め。とはいえトウモロコシは食パンや白米などと比べると低カロリー低糖質な上、ビタミンミネラル食物繊維などの栄養が豊富。例えばお茶碗一杯の白米であれば約230キロカロリー、糖質 50g 程度なのに対して、トウモロコシは丸々1本食べたとしても約140キロカロリー、糖質 24g 程度しかありません。そのためトウモロコシはダイエットをサポートする効果もあるんです。なので野菜としてではなくって主食の代わり、お菓子の代わりとして取り入れることがおすすめです。主食の代わりとして取り入れる場合は1食につき1本程度、お菓子の代わりの場合は半分程度までを目安としていただけるといいかなと思います。ちなみにヤングコーンの場合はカロリーも糖質量も低いので野菜として取り入れていただいても大丈夫ですよ。野菜第2位です、じゃがいも。ジャガイモというのは植物学的にはナス科に分類される野菜なんですが、芋類でもあるのでカロリーや糖質が高い食べ物。実際ジャガイモは 100g あたり 59kcal、 糖質は 16.1g と野菜としてはかなりカロリーや糖質が高いですよね。にもかかわらずポテトサラダやカレーの具材などジャガイモは野菜として取り入れることが多い。その上こういったメニューはマヨネーズの脂質やカレールーの脂質と糖質などさらにカロリーが上乗せされる食べ方ですよね。しかも脂質というのは糖質たっぷりのものと一緒に摂るとより脂肪として蓄積されやすくなると言われているんです。特にフライドポテトの場合、高温で加熱することによって酸化した油も一緒に摂ってしまうリスクがあるので、ダイエットだけではなくって健康にも悪影響。加えてジャガイモなどの炭水化物を高温で熱するとアクリルアミドという発がん性のある物質が発生する危険があるんです。なのでジャガイモは特に揚げ物ではなくってシンプルなふかし芋などで摂ることがおすすめですよ。そして先ほどのトウモロコシと同じでたくさん食べる場合は野菜というよりも主食、おやつの代わりとして取り入れるようにしてくださいね。主食の代わりとして取り入れる場合は1食につき1個程度、おやつの代わりの場合は半分程度までを目安としていただけるといいかなと思います。ちなみにジャガイモも普通の食パンや白米より栄養豊富で、特にビタミン C がたっぷりで免疫力アップや美肌に効果的な食材です。摂る野菜第1位、さつまいも。最近ダイエットに良かれと思って取り入れている方が本当に多いのがさつまいも。実際この YouTube でもさつまいもはダイエットをサポートしてくれる効果があるとお伝えしてきました。確かにさつまいもは食物繊維がとっても豊富なので便秘解消効果がある上、血糖値の上がりやすさを示す GI 値が低い。
そしてジャガイモと同じくビタミン C などの栄養が豊富な上、しっかり甘みがあるので満足感が得られやすい。そのためさつまいもがダイエットをサポートするというのは間違いないんですが、必要以上に摂りすぎている人が多いんですよね。というのもさつまいもはトウモロコシやジャガイモよりも高カロリー高糖質で 100g あたり 126kcal、 糖質は 29.7g も含まれているんです。なので実はこの野菜は太りますと言ってもいいぐらい、さつまいもは取り入れ方に注意が必要な食材。過去の私はこの事実を知らずに、デトックスのためと思って毎日せっせとねさつまいもを食べていた時期もございました。そして太りました。なのでさつまいもも野菜としてではなくって、主食の代わりやおやつとして取り入れることがおすすめです。主食の代わりとして取り入れる場合は1食につき2分の1個程度、おやつの代わりに取り入れる場合は4分の1個程度までを目安としていただけるといいかと思います。で、先ほどのジャガイモと同じくさつまいももシンプルな調理がおすすめなので、焼き芋として取り入れることが一番おすすめです。このように一見ダイエットに良さそうな野菜でも取り入れ方を間違えてしまうと逆効果となってしまうリスクがあるんです。反対に今からご紹介する野菜ならむしろ毎日積極的に食べることでダイエットも加速していきますよ。ということで続いては痩せる野菜をランキング形式で3つご紹介していきますね。特に最後にご紹介する野菜は私がマイナス12キロできた秘訣なので、ぜひ取り入れてみてください。痩せる野菜第3位です。ほうれん草。鉄分が豊富なことで知られているほうれん草、実はこの鉄分というのは予防改善だけではなくってダイエットのためにも必要不可欠な栄養素なんです。なぜなら鉄分はヘモグロビンという血中成分の材料となって、各細胞に酸素を送り届ける役割があるから。つまり鉄分が不足すると細胞が酸欠状態になって代謝が低下して太りやすくなるリスクがあるんです。実際これまで3000名以上の方のダイエットをサポートしてきましたが、貧血がある人は特にダイエットが進みにくい傾向がかなりあります。なので楽に効率よく健康的に痩せたいのであれば、鉄分豊富なほうれん草を積極的に摂ることがおすすめです。ほうれん草にはその他にも代謝の低下を予防する効果のあるビタミン A やビタミン C、 むくみ解消効果のあるカリウムなども豊富。しかもほうれん草は 100g あたりたった 20kcal、 糖質量は 0.4g 程度しかないんです。その上満腹ホルモンに働きかけてくれる上、血糖値の急上昇を抑えてくれるチラポイドという成分が豊富。加えてほうれん草に豊富な食物繊維も満腹感を高める効果や血糖値の急上昇を抑える効果がある上、基礎活力も高めてくれます。このようにほうれん草は低カロリー低糖質なのにダイエットをサポートしてくれる栄養の宝庫なんです。ちなみに似た葉物野菜である小松菜も同様におすすめの野菜です。お好みの方を取り入れてみてくださいね。食べる野菜第2位、ブロッコリー。最近消費量が多く国民にとって重要な野菜として指定野菜に位置づけられたブロッコリー。筋トレを頑張っているマッチョさんは特にこのブロッコリーを積極的に取り入れているイメージがありますよね。我が家も毎日食べています。その理由はブロッコリーは野菜なのにもかかわらず筋肉の材料であるタンパク質が比較的多く含まれていることに加えて、そのタンパク質をアミノ酸へと分解してくれるビタミン B6 が豊富に含まれているからです。そしてブロッコリーも 100g あたりたった 33kcal、 糖質量は 0.9g 程度と低カロリー低糖質な野菜。加えてブロッコリーに含まれている成分が男性ホルモンであるテストステロンを増やすので筋肉の増強をサポートしてくれるんですね。また代謝アップや脂肪燃焼に効果的なスルフォラファン、栄養の代謝に不可欠なビタミン B 群、筋肉の維持に欠かせないビタミン C、 むくみ解消に効果的なカリウム、脂肪蓄積を抑えて代謝をサポートするクロムなど、ブロッコリーにはダイエットをサポートしてくれる栄養がたっぷり含まれているんです。なのでマッチョになりたい人だけではなくって普通のダイエッターさんでもブロッコリーは積極的に取り入れることがおすすめです。実際旭川医科大学の研究によると、マウスにブロッコリーの栄養成分であるスルフォラファンを混ぜた餌を与えたところ、体重増加率が約 15% 抑えられて、内臓脂肪量も約 20% 減少し、脂肪肝と血糖値の上昇まで抑えられたそうです。このようにスルフォラファンなどブロッコリーの栄養をより手軽に取り入れたい方は、加熱不要なブロッコリースプラウトを取り入れることもおすすめですよ。痩せる野菜第1位、キャベツ。最後により手軽により満足感を得ながらより節約してダイエットしたい方におすすめなのがキャベツ。
これからの季節は特に春キャベツが旬を迎えますよね。とはいえキャベツには様々な種類があるので一年中途切れることなくどこのスーパーでも売っているぐらい私たち日本人にとって身近な食材、最近はコンビニや薬局でも売っているところがありますよね。このようにキャベツはどこでも手軽に手に入れられる上生でも食べられますし価格もお手頃なのが嬉しいポイント。しかもキャベツには不溶性食物繊維が豊富なので自然と噛む回数が増えて満腹感が得られやすくなるという特徴があります。なのでつい食べ過ぎやすい人には特におすすめな野菜。私がスムーズに痩せることができたのはこのキャベツのおかげと言ってもいいぐらいです。キャベツを積極的に食べていたおかげで空腹を我慢することなく楽にダイエットに成功することができました。しかも食物繊維豊富ということはキャベツにも便秘解消効果や血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。そしてキャベツも 100g あたりたった 23kcal、 糖質量は 3.2g 程度と低カロリー低糖質な野菜。その上キャベツは単黄色野菜の中でも特に栄養豊富な野菜だと言われています。例えば代謝アップ効果、美肌、免疫アップ効果のあるビタミン C、 タンパク質をアミノ酸に分解してくれるビタミン B6、 脂肪の蓄積を抑えるカルシウム、そのカルシウムの吸収や止血に必要なビタミン K などが豊富です。またキャベツに特徴的な栄養といえばビタミン U、通称キャベジンとも呼ばれる栄養素ですね。キャベジンって胃腸薬の名前というイメージがあるかと思いますが実は栄養素の名前なんですね。つまり胃腸薬に含まれているぐらいキャベジンは胃腸の健康維持に効果的な栄養素ということもありましてキャベツは食べる薬とも言われているんです。こうして様々な栄養を摂ると臓器、細胞、血液レベルで体の働きが良くなるので基礎代謝がアップする上健康維持にも効果的。ただこういった野菜だけをとにかく食べていれば痩せられるというわけではありません。なぜならダイエットで最も重要なポイントは食事のバランスだから。つまり今日ご紹介した野菜というのはあくまでもダイエットの補助でしかありません。とはいえこの痩せる食事のバランスって誰でも簡単に実践できる上満足感もしっかり得られる食事なんですよ。実際私は看護師、保健師、ダイエット講師としてこの簡単に実践できる正しい食事法によりこれまで2500名以上の方をダイエットからの成功に導いてきました。ここまで真剣に動画をご視聴していただいたあなたも食べて痩せる食事法を学び3ヶ月後には過去最高のあなたを手に入れてほしいと思います。現在11万人以上が登録している公式 LINE では食べ痩せ小冊子2冊や脱リバウンド動画3本を無料で受け取ることができ、今回の動画でご紹介しきれなかった1万7000文字の食べ痩せ教科書、何をしても痩せなかった晩年ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ、体脂肪率マイナス 8% 達成できた食べ痩せマスターワークブック6冊、実際私が食べている2週間分の痩せる簡単レシピ、ダイエットのオンラインイベントや個別カウンセリングの特別参加券、30代から60代の女性で効果を検証済みの食べ痩せおすすめ度診断ツールなどの合計7個のプレゼントを公式 LINE 限定で無料配布しています。さらに今なら3ステップで学べる食べ痩せの秘密を簡単に習得できる3ステップ動画、これも受け取れます。食事改善といっても何からしたらいいのかわからないという方、そういったご質問多くいただいておりますので、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ。概要欄が表示されているので赤枠の公式 LINE の URL をタップ。タップ後10秒でプレゼントが受け取れます。すでに登録していただいている方には今後も毎月お得なプレゼントが配布されますので楽しみにしておいてください。ちなみになんで有料級の情報を無料で出すんですかって毎週のように LINE やコメントをいただくんですけれども、私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなく、私のチャンネルを見てくれている人のダイエットに悩む女性を一人でも減らしたい、そんな理念で YouTube を運営しているからです。一人でも多くの方に正しい食事、ダイエットっていうのを知ってほしいので、公式 LINE の特典は全て無料です。ぜひ受け取ってみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
少しでもためになったと感じた方は高評価とコメント欄に何か一言でもいいのでご感想をいただけると今後の励みになります。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。